はいどうも、今回はですね、ペーパークラフト1枚で命の作り方動画でございますと、今回紹介するのは、鶏の作り方でございますね。まあ鶏なのでね、鶏年の飾りにでももちろんいいですし、まあ、あの絵と関係なしにね、普通に遊びや飾り物としても十分楽しめると思いますと。というわけでね、あの早速作るために必要なものを紹介していきます。まず切り分けるためのハサミと、組み立てるための両面テープ、それから型紙を用意してください。でまずは、型紙の黒い線に沿ってハサミで切っていきます。すべて切り分けることができたので部品の確認をしていきます。まず黒い点のついている部品が1枚、大きな部品が1枚、切り込みの入っている赤い紙が1枚、小さな赤い紙が1枚、小さな黄色の紙が1枚、切り込みの入った黄色の紙が2枚、そして細かい切り込みの入った部品が、1、2、3、4枚揃っているか確認してください。それでは組み立てていきましょう。まずは、この一番大きな部品を用意します。両面テープを用意して紙の端っこに貼り付けます。貼ったら上の紙を剥がして、この両端ですね、紙の両端をぐるーっと回して、で端同士をこんな風に合わせます。そうするとこんな形ですね。こういう涙型の水滴型の形にしてください。これでこの紙は OK です。次にこの、ね、黒い点のついている紙を用意します。またテープを用意して紙の裏側の端っこにテープを貼り付けます。ここですね。そしたら今度はさっきはね、この涙型に水、あの水滴型にしましたけど、今度はぐるーんと輪っかにします。輪っかです。はい、こんな感じで輪っかにしてください。今度は輪っかです。次にかなり長めにテープを準備します。そしてこの黒い点のついている部分ですね、この下側、この下のラインに合わせてこのテープ、長く切ったテープをベタっと貼り付けます。こうぐるっと貼り付けます。でテープ貼る方はこの黒い点から離れてる方ですね、離れてる方の部分にこうやってベタっと貼り付けます。そしたらこれをテープを剥がして、最初に作ったこの涙型部品のこの膨らんでる部分、この膨らんでる部分と今テープを貼った部分を合わせます。はい、するとこんな形になりました。こうですね、こんな風にくっつけてください。そしたら次に、この赤い紙を用意します。この切り込みのたくさん入った紙ですね。まずこれを半分に折ります。ちょうどね、半分のところに切り込みがあるのでね、綺麗に半分に折れます。そしたら一度広げて、半分よりこっち側、半分よりこっち側はこの先っぽをよいしょっと、こんな風に斜めに折ります。こうですね。そして半分よりこっち側、半分よりこっち側は先っぽの角をこんな風に折ります。こうですね、こう真ん中から開くような感じで全部斜めに折っていきます。外側に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 と、でこちら側も外側に外側に外側に、そして外側にと、はい、こんな形になるように折ってください。そしたら両面テープを用意して、今ね何も触ってない方、折ってない部分にこのように
ベターっとテープを貼り付けます。ベタリ。そしたらテープを剥がして、テープをここに貼ったので、この今つけた筒の上の方にね、このようにペタリと貼り付けます。そしてこれをぐるりと巻き付けます。巻き付けたらこんな形ですね。さらにテープを用意します。今度は短くテープを用意して、この今巻きつけた赤い部品の端っこの方にテープを貼ります。貼ったらこの2つを合わせます。この時ね、下の紙も少し一緒に潰すくらいで大丈夫です。はい、合わせるとこんな形になりました、次に、この小さな黄色の紙を用意します、そしたらまずこの黄色の紙を、半分に折ります。半分に折ったら広げます。広げたらこの角ですね、この角の部分をこのように真ん中に持ってきます。よいしょ。この角をこっちに持ってきます。斜めに折ります。斜めに折りました。そしたら今度こっちの角も斜めに折ります。こんな形ですね。今こんな風に折りました。そしたら今度こっちの角も斜めに折ります。はい、こんな形にしてください。そしたらテープを2つ用意します。小さめです。そしたら今後に折った2箇所ありますね。この2つの部分のまず片方にテープを貼り付けて、このテープを貼った部分とこちら側貼ってない部分をこのように重ねます。ペタリとこんな形ですね。貼り合わせてください。前から見るとこんな形になります。そしたら今貼り合わせた部分のさらに上にテープを貼ります。ここですね。ここにテープを貼って剥がします。ここに今テープを貼りました。そしたらこれをこの前の部分ですね、ここが正面になるんですけれども、この辺りにペタリと貼り付けてしっかり固定します。そうすると、はい、くちばしが出来上がりました。そしたら次この小さな赤い紙を用意します。テープを用意して、裏側の短い辺ですね、この部分にテープを貼り付けます。ここですね、ここにテープ貼りました。そしたらこれをくるりと丸めて筒にします。はい、こんな筒の形にしてください。そしたらこの筒の上の部分を潰します。筒の上の部分をこうやって潰したら、潰したところにテープを貼って、こうですね、テープを貼ってさっきつけたくちばしの下のあたり、この下のあたりにペタリと貼り付けます。はい、こうですね。これにニワトリのトサカ、頭、くちばし、この部分肉だれって言うんですけども、肉だれ、そして胴体の部分が出来上がりました。次にこの
切り込みのたくさん入った同じ形のものを4枚用意します。そしたらまずこの切り込みの端っこの部分、ここにテープを貼ります。テープを貼ったら隣の紙とクロス交差させます。重ねます。隣の紙と重ねて、はみ出した部分を折ります。こんな形ですね。もう一度やります。紙の端っこにテープを貼り付けて、テープを貼り付けたら隣の紙と重ねます。隣の紙と重ねます。そしてこのはみ出した部分、このはみ出した部分を折り曲げます。はい、こんな形です。もう一度やります。紙の端っこにテープを貼って、ここですよ、紙の端っこにテープを貼って剥がします。そしたら紙、今テープを貼った紙と隣の紙を重ねます。重ねて、そしてはみ出した部分、この角ですねを折ります。折ると、はい、こんな形になりました。こんな風に先が割れてて、こうフォークみたいな形になります。そして、後の、まずもう一つも同じような形にしていきます。あと2つありますね。あとの2つは同じような形にはするんですけれども、あとの2つは裏返してからやります。裏返してから紙の端っこにテープをつけて剥がして、で2つを重ねて、お隣の紙とテープを貼った紙を重ねて、ではみ出した部分を折ります。でもう一つも、端っこにテープを貼って剥がして、で隣の紙と重ねてではみ出した部分を折ります。そしてまたもう一つも同じですね。端っこにテープを貼って隣の紙と重ねてではみ出した部分を折ります。はい、こんな形ですね。で前から見ると、はい、こんな風に反りが反対向きになってますね。さっき折ったのがこっち向きに傾いてて、今折ったやつはこっち向きに傾いてます。ではもう一つも裏返しにしてからこれと同じようにしていきます。はい、このように、4枚とも、形を変えることができました、そしたらまずこっち、この手前側に沿ってる方、この手前側に沿ってる紙の裏側の今ね折った部分の反対側の端っこ、この平らな方の端っこにテープをベタリと貼り付けます。ここにテープ貼ってます。テープを貼ったらこれをね、さっき作ったこれの後ろ側、ちょうどね尾羽、ね、尻尾の方の羽ですねになる部分に、このように斜めに貼り付けます。こんな形ですね。そしたら、もう一つこっち側に沿ってるのがありますね。これの裏側の端っこにもテープを貼り付けて、今貼った部分の裏側、こちら側ですね、こちら側にまた斜めに貼り付けます。はい、そうするとこんな形になりました。これでね後ろ側の羽出来上がりです。そしたら今度こう向こう側に沿っている紙を用意し方ですね、向こう側に沿ってる、羽にも裏側にテープをベターっと貼り付けて、
そして今度はあの普通の羽ですね、尻尾の羽じゃなくてこのちょっと手のあたりにつくような感じの羽ですねを貼り付けます。これはまあ自分の好きな場所で好きな向きで貼ってください。ちょっとこんな感じで羽にします。反対側も、同じようにここにテープを貼って、そして反対側ですね、反対側も同じように貼り付けます。ペタリと。はい、これでねだいぶ鶏らしくなりましたね。では最後にこの切り込みを入れた黄色の紙を用意します。まずテープを用意して、裏側の端っこですね、裏側の端っこにベタっとテープを貼り付けます。テープを貼り付けて、そしてこれをぐるんと丸めます。で、丸めるときにこの切り込みの分ですね、この切り込みの分をまあのりしろ代わりにして、切り込み一つ分をのりしろ代わりにしてこうやってベタっと貼り付けます。こんな感じですね。上から見るとちょうど 1,2,3,4 枚、こうやって4つのね花が開くような感じでこうやって留めてあげてください。で、この切り込みの部分はしっかりと折ってあげます。こうですね、こんな形にしてください。ではもう一つも同じようにしていきます。はい、このように揃いました。そしたらこの切り込みが入っていない方ですね、こっち側の端っこにテープを貼り付けます。こちら側も貼り付けます。そしたらこれをこの本体の下側からブスッと差し込んで留めます。で、この差し込む長さなんですけど、できるだけ深めに差し込んで足を短くしてあげた方が安定しやすいです。転びにくくなりますね。反対側もぐるっと回してちょっと深めに、ちょっと足が短くなるくらいに差し込んで、隣の足の長さと高さをね調整しながら差し込んで貼り付けてあげれば、はい、これで1枚の紙から鶏を作ることができました。型紙をね販売してますので、皆様もぜひ挑戦してみてください。というわけで今回はペーパークラフト1枚で命鶏の作り方でございました。聞いてくれてどうもありがとうございました。それではまた。